東和道文会とは、1898年から1946年にかけて日本に存在した民間外交団体及びアジア主義団体。上海に設立された東和道文書院の経営母体であったことで知られる。現在の霞三会の前身である。東和道文会は、日清戦争、日露戦争後に、新国に対して優越的立場を取り、なおかつ、 品保全を掲げて発足した中期アジア主義の代表的な機関である。1896年から1898年にかけて新朝が欧米により勢力分割され、それに続く土の絵犬の変法、後日の政変の騒動は日本においても長野の大きな関心事となった。これによって改革派の皇位、両慶長らが亡命することになり、さらには 新重打倒の革命を唱える孫文らがすでに日本を拠点に活動していたことは日本政府にとって二つの問題を同時に抱えることとなった。こうした問題を抱えながら安氏、両、孫らの改革や革命の支援を主目標に掲げた東亜会と大陸での事業経営などの活動を目的として発足した同文会という異なる二つの団体と アジア主義の先駆である団体、講和会や東方協会のほか、全臨協会の一部を九州合併し、東和道分会が発足した。東和道分会は、品保全を掲げていたが、義和団の乱で、井上政次らによる連邦保全策が失敗してから、新たに浮上した満州問題を回って、大露強行の姿勢を取るこの絵集まろと平和論を主張した陸活難が対立する。 東和道文化の思想はこの絵が安氏に述べたようなアジアモンロー主義に近い新秩序を施行するものとなった。会員の犬飼い武氏が政府に活動資金を出すように働きかけ、外務省機密費で年に4万円が支給された。これにより外務省の意向が会の役員人事にも影を落としていた反韓反民の国策団体であった。日本政府は最初、こう有意。 両警庁一派の亡命に対して協力的だったが、山形内閣が、新国の要求によりこう、両追放を求めたのに対して、この絵集まろがこれを受け入れ、行為を自発的に離日させることとなった。この、この絵の行為には陸をはじめとして、会の中からも大きな批判があり、陸のほか数名の脱会者が出た。このようであったから、東和道分会は、孫文の革命派に対する支援にも、 消極的になり、関東支部の廃止なども相次いだ。その後、1936年から厚まろの息子で、日中戦争時の内閣総理大臣も務めるこの絵、文みまが第五代会長となるも、第二次世界大戦後の1945年12月に自殺し、これを受けて東亜道分会は自主解散した。1898年、 それまで別組織であった東亜会と同文会及び講和会をはじめとする既存のアジア主義諸団体が合体して東京赤坂多米県に設立された。東亜会は福本日南の東欧総別会の席上、この会に参加した陸活難、三宅設礼、志賀主からによって提起され1897年に誕生した。会の事務所は成教者に置かれた。 会員は、政教者同人の他に、国流会の内田洋平、及び孫文らの中国革命を援助した宮崎東天らであった。同文会は、東亜会設立の翌1898年、貴族院議長、この絵集まろう中心に結成された。この会の事業考領は、以下のようなものである。品問題を研究するとと,ともに、各班の調査に従事し、 各種事業の助成を図る。上海に同文会館を設け、両国有志の共同を図る。東京にあっては、持論、上海にあっては、阿東地方の両雑誌をもって通信機関とする。上海における同文学堂をもって、両国人の教育機関とする。アジア協会は八百八十年に設立された、講和会を前身に持ち、東和同文会の設置にあたり、 長岡森吉、花房義室、渡辺孝義、榎本武明、岸田銀行、久しや清福が合併を申し込み、東和道分会に合流した。そのうちの長岡、花房、渡辺はそのまま、東和道分会の幹事となった。道分会設立の4ヶ月後、道会と東和会の合併により設立された東和道、分会は、品保全論に基づき成長を容認した。 さらに、ヨウム派官僚の流ュウヒツジサル1、蝶のホララと関係の深いこの絵が、会長に就任すると、孫文らの中国革命を支援する東和会系の会員は、次第に姿を消していった。東和道文会は、上海に東和道文書院、東京に東京道文書院を設立した。東和道文書院の四十五年の歴史は、初代院長、根津はじめによって始まり、以降、 杉浦重武、大津林平、近衛文茂、大内洋造、八田七太郎、本間巻一ら計8代7人の委員長が担った。柏原文太郎を実質的な責任者として運営され、1898年から1918年まで存続した。このほか、天津道文書院、観光道文書院、東亜工業学院、河北高等工業学校、 北京講和学院を運営した。1901年夏、この絵集まろら東和道文化有志と、北里柴三郎をはじめとする医学界の名士によって、東和道文化会が設立され、アジア医会を吸収して、同人会に発展し、長岡森吉、大熊重信、内田光斎、この絵踏みまろらが会長を務めた。中国での近代的な医療衛生活動は評価される一方、 731部隊との協力が批判された。1892年4月、この絵集まろが取材する、精神者の機関誌、精神を、東亜時論と改め、東亜道分解機関誌として、月2回発行された。編集者は、内藤コナン。さらに、1907年11月、東亜道分解は、日本の企業や、 実業家の中国市場進出支援を目的とした市な経済調査部を設立し、東亜道分解報告を踏襲した中国専門経済誌を持った。第二次世界大戦後の1946年11月、東亜道分解は解散し、4年後の1950年12月、財団法人としての東亜道分解も生産された。1948年には後継団体として、 霞三会が設立され現在に至っている。ありがとうございます。